7が、7もいいね。あれ7、2着あるんじゃないこれ。おーおーおー、7、2着よ。行ったんちゃうか。よっしゃー、行ったんちゃう、行ったんちゃう。いや、7言うてたな。行ったんちゃう。何個つくかや、あと。いや、出た。70? え、すごいやろ、72倍やね。すげえ。っていうふうに 7レースのパドック始まりましたね。嬉しい。もうやらないでいいですね。これはもうやらない、やらないでいい、ね、もう、まあまあ、迷ってるけど協力すんで。この場合の、この場合の協力っていうのはなんか予想も、予想も、予想やとしてね。それ出すと俺6000余ってんのよ。俺も買わんから。うん。だからそのチームとして、チームとして協力してもらおう。チーム戦。園田7レース、秋山が一人でやります。山田君に助けてもらい。おお、すごい。あ、また8頭？また8頭やし、また。その3番のぶっちぎってセザンワールドが単勝今現在 1.0 です。あ、はい、まあ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 来るよほんまに、はい、だからさっきの買い方で言うと、もうセザンワールドはもう絶対1着5点ってことやな。まあそうですね。すごいな、こんな当たった人目の前で見たわ。どうですか、買い方としてはどうしますか。乗ってるからね、今山田くんは。267が僕は気になりますね、267。はい、それはあの一番人気のセザンワールドはもう絶対で。いや、これ分からん。いや、でも 1.0 倍やからそれいいんやろうけど。うん、なんで267気になる。分かる、分からへん、乗ってるから。それだけやねん。そう、うん、セザンワールドは来ないってことある？俺267すんごい気になんねんけど、ちょっと待ってや。3はやっぱ来るかな、 1.0 倍絶対来るんじゃないですか。セザンワールド、じゃあさっきと一緒の感じで1着にして、あと267でもな、でもなが2着3着にどっちに来てもいいような買い方にしようか。27かな、27、うん、そう、3が1番でしょ、うん、で、27が2着で来る。4と8は2番、3番教えて、抑えて、27、俺多分3は来るんかな、ほんまに、うん、来ると思う、来ると思う。 OK、ほんなら俺もこの5頭で決まりそうな気する。3軸の2748、あ、2478、2だけかも。なんだ、2だけかも。2かも。だからもう3、2、そこまでもう固定でもいいんちゃうかっていうことを言ってる今。うん、2着はもう 2番で、いや、3着かもしらんけど、うん、2は決定。もう2、うん、2。あ、そう、うん、俺2をします、山名。ほんなら2は絶対買うわ。うん、3、1着固定の2はだから2着、3着に入るようにして、うん、もうこれでもいい。ほんなら3通りやん、3通り、ほんで裏返して、うわ、3、やっぱ8いいな、8、8めっちゃいい。3、2、8、3連複のもう6000。いや、分からへんけど、どれくらいつくの？ちょっと待ってよ。3、2、8の3連複。8の3連複は 19.8 倍です。11万ぐらい。でも、2と8をめっちゃ言ってるやん。結局。山田くんが2、8をめっちゃ言ってるってことは、そうしようか。俺も買おうかな。じゃあ、いや、それやめとくわ、なんか。いや、人に運を今与えようと思って。今ちょっと待って、ちょっと待って、ひょっとしたら8が、うん、8めっちゃ良かったで、多分3がな。俺どうなん、3ってやっぱすごいんか。8良さそう。
3はいいんか。4とかも切る？チェスターコード3、8じゃあ固定に、あと全部その辺入れる。あと8は絶対買った方がいいと思う、うんうん、3と8はどういう買い方でいいの？絶対どう思う？8は絶対買った方がいいと思います。なあ、はい、絶対買った方がいいと思う、うん、ほんで俺の推しは2。3も来るやろ。あ、2でもなあ、ちょっと怖いなあ。4、3は来るか。3は来んのか。3は強い。やっぱ3は絶対強いんちゃいます。3、8、うん、2、4、7。あ、だからやっぱ最初に言ってた数字や、山田君。でも2を下げた、こ、うん、軸にはせえへん。どうします？いや、乗ってる、これでいくよ。3、8、2、4、7をどう買うかで。でもひょっとしたら8がほんまに1着でくるかもよ。8、3、軸っていうのはどっちが1着、2着でもいいってこと？そういう買い方もできる。3着で、ただ3連単やったらね、3連単やったら3、8、3、8でもこれみたいな。3、8、8、3、うん、裏返し、1着、2着、うん、でも、分からんで。それ3連服の方がいいってこと今。うん、8、1着でいいかもしれん。あ、どう思う？いいと思います。あ、そう、3倍。あ、ほんならもう残ってるしな。その方がオッズ8を1着固定で、2着は3とか2、4、7にして、うん、そうするわ。裏返しで8、2、4、7、3、うんうん、3点3点ですね。6点。だからもう残り6000、1000円ずつ、全部1000円ずつ。だいぶ絞って買ってるよね。だいぶ絞って買ってる。ちなみに8、3で2が来たら120倍です。おお。ちなみに8、3、7、8から始まる一番最初のあれで33倍やから、もう元は取れる、うんうん、そうですね。だからもうセザンワールドが1着できたら終わりってことやね。でもそういうことやな。そうそう。だから俺はもう8番。それでいい？いい、いい。だってもう乗ってるからね。何度も言うけど乗ってるから、ね、そう、うん。いや、すげえな、いいな。8万7万、ね、7万、いいな。もうリアル嬉しいやん。え、ちなみに勇気と鍋島さん買ってます？この7レース。買いました。何買いました？3、2、4と4、3、7を1000円ずつ買いました。勇気は買いました。買いました。何を買いましたか？1着に、3番、うん、で3着に8番、うん、で間に2、4、7。おお、なんか俺のこぼれたやつや。拾おうとしてる。8番ドゴンみたいな。2と8が先行馬やったって確か書いてますよね、うんうん、2と8が、はあ、だから8がそのまま、うん、逃げ切る可能性大いにある、うん、あるとか、もうそうなってくれないと、うん、お願いします。うわー、乗ってます。来ました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 。いいね、いいスタート。8、いいスタート。あ、2もいいですね。うんうんうん。おー、8、すごいな。7も来てるね。うん、7も買ってますよ、うん、はいはいはい、8 いやいいですね。いいや、いいですよ。あれ、3はどこにおんの？さ、後ろにおりますね。おお、でもまあ、いい1位なんやもんね。別にな、いいでしょ、まだ若い。お願いお願い、もうほんまお願い。いい、いいよね、8番、うん、いい、うん、うん。3番、3番は？3番上がってきてますね、しっかりと。3番も入る。おー、上がってきてるね。早いな。早いね、3番早。めっちゃ早い。あんまりいいよ、そこまで早くなくていいよ。3すご。うん。3すご。こっから8もそろそろ仕掛けてもいいんじゃないですか。そうそうそう、いいよいいよ、3そんないかなくていい。3すごいな。3そんないかなくていいよ。3すごいな。ね、いいね、頑張るな、そんなに。おい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 。さあ、こっからよ。8見せたれ。8も来るから。まだ分からんよ。そうやね。OKOK。8もいけよ。3早いな。違うぞ。8？ 3 違う。3、3、3、3、
三じゃ早いな、三も早いな、四早早あ。あれ誰か当たったんじゃん。でも最悪 や。勇気？え、ちょっと待って、ちょっと待って、最悪や。最悪や。ちょっと待って、最悪や。こんなん振り返るん嫌やけどさ、一回言ってた時あったよな。3はもう一着にする言うて、ほんで矢村君が2478って言ってたから、その買い方したら俺も取ってんのよ。最悪や。最悪や。勇気何個ぽかった？僕1000円です。1000円？え、何ぼつくかやな。そうです。すごいなさ。すごかったですね。強すぎました。すごい早かったな矢村さん。言うてるやろな。さあ、うわぁ、もやもやするな。もやもやする。おう、1330円。13倍。13000円。13000円。300円。いや、いいやん。いいやん。なんなんすよ、ええやん。そんなやん。いや、ええやん、13000円。いいっすね。いや、そんなやとかな。はい。いや、いいやもん。いいっすよ。だから俺が、なんぼかった？1万俺投資が1万6000ぐらい。で、7万2000やから、5万6000ぐらいか。まあまあ。何がめっちゃいいやん、まあ、何がまあまあやな、まあまあまあ、え、結局今だから1万1600円、あ、マイナス、うん、あんま変わらない、変わるって。負けたけどまたやりたい。まだ近々やりたい。面白いな、これ、うん、近々やりたい。現地やってやるんですね。ああ、いいかも、いいかも、現地行こう、いいかも、いいかも、うん、隅の絵でもいいし、ね、別に競馬じゃなくてもいいから、現地で、ね、はい、岸和田でもね、あ、岸和田でも面白いな。いや、だから今回は、まあ、山田君と勇気のおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。